京劇は中国の伝統的な演劇芸術のうち最も影響力が大きいものであり、中国文化の粋の一つです。京劇における四庫五法、つまり歌、セリフ、仕草、立ち回り、そして視線、手振り、身のこなし、足さばきと、それらの様式といった全ての姿勢と動作は中国の優れた伝統文化を体現しています。皆さんこんにちは、京成です。私は今中国国家京劇院にやってきました。今日は京劇のメイクを体験させてもらえるそうです。田老师您好，今天辛苦您了。咱们在化妆之前先要洗个脸，这是对舞台的一个最起码一个尊重。您平时就每天都这么化？只要有演出嘛，都是提前两个多小时就要进后台，它每个步骤都不能出问题。我每天坚持七点钟起床，七点半基本上我就要到剧院来练功了，练一个半小时两个小时，然后参加正常排练，等下午或是晚上没有人的时候我再来再练一遍功。好，可以可以，雷头穿服装。嗯，不错。这个戏曲穿服装很讲究，现在勒完头就可以按照正常的话就可以上台演出了。现在咱们让你感受几个动作。好的。抬腿，举起来，抬腿，对，抬腿，看抬这边，落，啪。你这武术分啪。因为在学校的时候，那小朋友们都肯定喜欢玩，也曾经想到过，因为学习京剧特别的苦，但是老师就说了一句话，说京剧你总得有人去传承，总得有人去守住这个咱们中国传统文化这个结晶，就是一句话，就是说啊，那就干吧。您给我打一个分吧，今天的表现。今天表现不错，还算及格啊。首先扮相上是很漂亮的。我现在学还来得及吗？现在学可能来不及了。不过只要你对中国京剧感兴趣啊，可以来看看我们的排练，这几天我们就有排练，就有演出。今回皆さんにご覧いただくのは中国古典の四大名著の一つ水滸伝を題材とする伝統的な京劇の演目である野鳥麟です。主人公の林中は義に厚く武芸に優れた人物です。劇中の美しい舞台姿のみならず盾の芯も大きな見どころで、見る者に大きな感動を与えます。特に林中役を務め盾の動作を体験してからは、舞台で披露される京劇の全ての瞬間が役者の皆さんの数十年にわたる大変な努力の結晶なのだと分かりました。これは私にとって人生で初めての京劇で、本当にとても感動しました。中国文化を代表する京劇の魅力に触れ、一つ一つの細かな点まで演出が施され、磨きがかけられていることが分かりました。今後北京を訪れる外国の皆さん、あるいは今北京にいる方々は、ぜひこの京劇を生で鑑賞していただきたいですね。